私は何十年も亡くなった人を見てますし、そういう標本を持って歩いてますけど、自分が他の人より殺人傾向が強いとかですね、そういうことは夢にも思わない。よっぽど普通の人の方が乱暴だなと思ってますから。人体を例えばそういう形で綺麗に残したら、それはアートかと。で、アーティストの方がそういうことについては比較的寛容でありまして、まあ何でもアートだよっていうのを言ってくれるとか。ところが、科学者はそれとかものすごく固くてですね、アートなんかとんでもないという意見が。で、それに様々な社会的な問題がひっくるまってきてですね、これはちょっと厄介だなと、私は実は思ってる。で、輪切りの標本なんかはすごく綺麗ですから、私自身は綺麗だなと思います、いつも。自分も実は動物については顕微鏡の標本を自分で作ってましたから、いつも感心してましたからね。その自分で作って感心するのは変な話ですけど、見事なもんだなと思って。ですからそういうものを人間で作るかって別に何とも思ってないんですけど、何とか思う人もあるっていうことも昔から分かってますから、それいいとか悪いとかの問題じゃなくて、将来のそのアートとかサイエンスっていうのを考えるのには非常にいい具体的な例の一つかもしれません。それと社会問題、社会的な反応って言いますかね。そういうもので、一番そういう時の観客として僕が好きなのは子供なんですよね。でね、大人はやっぱりね、ああいうものを見るときに様々な不純な考慮が働く気がするんですね。子供は素直に見ますから、人体の標本でもですね、何ら偏見がないことは分かるんです。で、大人がああいう状態になれるかなと思うと、やっぱりなれないかなと思いますね。それは難しいもんですよ。面白いっていうか難しいっていうかね。で、昨日も私は子供たちを虫捕り連れてってね、ろくなもの取れなかったんですけど、ムカデが何匹も。保育園の5歳児ってムカデ一切怖がってませんよ。経験がないっていうこともあるんでしょうけど、不思議にね、虫嫌いとか虫気持ち悪いとかいうのが一人ぐらいいるかもしれない。だからその気持ち悪いとか汚いとかなんとかって感じが発生してくるのは、どうも小学校の初学年ぐらいじゃないかなと思うんですね。それまでは自分が触れる対象について全くそういう感じを持ってないような気がする。で、私はね、雲が嫌いなんです。小学校の低学年だったっていうこと、今覚えてますよ。最初にものすごく怖いなと思った。怖いと思ってなかったのに、じーっと見てるうちに突然怖くなるってあるでしょ。そこから発生したんですよね。で、それが蛇になる人もいるし、蜘蛛になる人もいる。で、蛇になった人は蜘蛛は怖くないし、蜘蛛になった人は蛇は怖くないですから。私は蛇は全然怖くなくてですね、子供の頃に友達がでっかい青大将を捕まえてきてですね、で、蛇側のステーキ作ろうとか言って、それで口から棒をギュギュ押し込んでってやってたことありますね。蜘蛛は全くダメなんだね。まあ年齢とともに、そういうふうな様々な動かしがたい感情というものは人間の中で作られてくる。で、この蜘蛛嫌いが私は治るとは思わないですね。自分でも死ぬまで。だからそれと同じで、その特に人間のそういう人の死体というものはある特殊な感情を持たれる、得るものですから。で、多くの方はそれをほとんど見たことがないから、別段問題ないと思うんですが、最初にやっぱりそういうものを見せるときの見せ方というのは非常に難しくて、だから僕は幼児、そのくらいの一切好き嫌いをしない子供たち、あるいはそれに近い小学校ぐらいに見せるのが一番いいのかなと、そうすると慣れて、そんなことを鳴らしたら大変なこと、世の中大変なことになるっていう人がいるからね。それは僕は嘘だと思います。それはもうかなり確信持って言える。なぜなら私は何十年も亡くなった人を見てますし、そういう標本を持って歩いてますけど、自分が他の人より殺人傾向が強いとかですね、そういうことは夢にも思わないんで、よっぽど普通の人の方が乱暴だなと思ってますから。そうすると、ほとんどは錯覚だろうなと思うんです。ああいうものを巡って起こる感情っていうのはね。で、それが、じゃあ素直に見られるかというとですね、人間って本当にわけのわかんない動物っていう面がありまして、これはどの文化でも基本的に死体を扱う人っていうのは差別、非差別民ですよね。これまた面白いんですよ。
皆さんもよくご存知の方はご存知だと思いますが、外科の医者は医者の中では身分が低かったんですか、ヨーロッパでは。床屋外科ですから。床屋ダメでしょ、サンバさんダメでしょ、マニキュア、ペディキュアダメでしょ。そういうことをお気づきになったことないですか。やっぱり人の体を直接にいじるっていうのは身分の低いもののすることなんで、上品な行為ではないと認められるんですよ。まして死んだ人間をいじるなんかとんでもないと。これが高級な人たちの考え方で、これが典型的な社会的偏見だと私はずっと言ってるんですけども、だけどそれは社会的偏見どころか高級なこととされてますから、まあその辺と引っかかってくるんですね。ちょっと話が深刻になりますが、子供の頃に一度子猫を殺めたことがあるというお話も出てきますが、はい、そうですね、しょうがないんで、はい、まあ、売れ口のない猫でね、片目で、うん、兄弟で一番細くてね、うん、で、うん、捨ててこいっていうか殺してこいって言われて、うん、まあ、やってみたんだけどなかなかね、うん、いや辛いですね。まあちょっとたじりますが、首絞めたんですよね。そうです、そうです。で、首絞めてもなかなか猫死なない。死ない。どうしてですか。これはね、はい、後で分かったんですけどね、はい、解剖やって、うん、猫の頸動脈って脳に行ってないんですよ。へえ。顔に行ってるんですよ。ああ。脳みそに行くのは背骨の中を通ってるんですね。椎骨動脈って言って、あ、これ人間もそうなんですけど、人間は4本あって、はい、なんか頸動脈から入るものと、はい、椎骨動脈から入るものと、うん、4つがしかも脳の下のところで輪になって、うん、はい、まあ、どれか1本でも供給できるようになる、うん、はい、猫の場合はそのうち2つの頸動脈が来るやつは、うん、顔しか行かないんで、うん、脳に行くのは背骨の中ですから、これは相当よく保護されてるんで、締めてもダメ、息が詰まるだけ で、 そうです、息止めて殺すのは時間かかりますからね。だからね、よく猫に首をつけてね、首のとここう首当たけてこっち引っ張っても、背中の後ろの首の後ろギュッと持って持ち上げても猫何も言わないもんね。ああ、苦しがんないもんね。そうですか。苦しくないんだよ。ああ、それはじゃあ犬に関しても、うん、犬も首はつけてますけど、うん、まあ犬はね、うん、どうなってたか僕知りませんけどね。猫は知ってる。でも犬だって思いっきり引っ張ってくもんな、首でな。そうですよね。でもそのやっぱりその男の人の思いっていうんですか、はい、それとなんか女の人たちがこう動物に対してのそのなんかこう距離感みたいなのはちょっと違うみたいですね。違いますね。違うと思いますね、はい、そういうもんですか、うん、どこが違うんですか、男と女。これ微妙ですね、はい、けど違うと言ってもね、はいはい、うん、やっぱ男の方が抽象的なんですよね、うん、抽象的ですか。抽象的ですね。女性の方が目の前の好っていうかね、言い悪いをかなり強く出しますね、うん、男の方がもうちょっと引いてるっていうか、うん、だからその、ね、うん、子猫でもね、まあ、カッといって、うん、あれ綺麗な子だったら多分殺せとか言わないんでしょうけどね。あ、なるほど。っていうのはやっぱし女の人は赤ちゃん産むし、うん、で自分の子が自分の目の前にいてで可愛いとか、うん、この子を育てなくちゃっていうような子供との距離感がある、うん、あ、難しいですね、うん、そこはね。でも、うん、僕はまあ、はい、よく動物使ってたんでね。そうですね、実験お仕事を、ね、仕事で、はい、だから、はい、情が移るんでね、飼うと、はい、あ、で最後はね、野生動物にしちゃったですよ。話すって、いやだから野生だと飼ってないから、うん、飼ってないって、なるほど、その都度で済んじゃう。可愛がるっていう、いやいや、じゃ野生の都度使う、うん、使う、あ、いや、だから情が湧かないようにっていう意味で、情が湧かないように、もう1週間飼ったらダメですから。 あ、そうですよね。あ、いや、もう1週間でダメです。ダメです、ダメです。ネズミでもダメですからね。ネズミでもですか。あ、ネズミでも1週間でダメですか。自分のとこで飼ったらね。はあ。実習の準備で毎日注射してね、うん、薬を入れて、うん、まあ、やるのモルモットなんかあったんですけど、うん、1週間準備するともうダメだから、うん、いやー、でもそうなんでしょうね、うん、野生動物はね、後腐れがないっていうか、はい、その時その時ですからね、うん、まあ、気の毒だと思うけど、うん、それで済みます、うん、こう犬好きと猫好きは基本的にこう
男の性格的なものもなんかこう分かれていくんだけど、それともそういうことは全然関係ないですか。いや、かなり違うんじゃないですかね。違いますか、うん、やっぱり犬の好きな人っていうのは、うん、社会性の高い人ですよね。そうですか。そうじゃない。だって犬ってほら、うん、面倒見なきゃいけないでしょ。そうです、はい、面倒見なきゃいけないけど、逆なこと言えばよく懐くしね。そうそう、まあ、そういうのが、まあ、社会性に影響するのかね。うん、猫も飼ってきままですっきりしてるから手がかからないって聞きますけど。そうなんですね。せずも社会性ない方ないです、僕は昔から。あえて虫なんか取ってるんですもんね。社会性もクソもないですよ、山の中行って。いやでもその社会性のないっていうのは、でもそれでも社会の中にいるわけでしょ。そうそうそう、なくてもで、それはないって言ったってね、限度がありますよね。だからないながらもこの社会のこう構成員に、まあ、だから変な言い方ですけど社会が扱ってくれてるっていうんですか。だから無理やりこっちも、はい、無理やりって言うとオーバーですけど、うん、まあ、それに合わせるわけでしょ、うん、その分ストレスありますよね、どうしてもいつもね、はいはいはい、そうすると猫見るとホッとするわけですよ。 あれでいいんだわと。なるほど、お前もっとやれみたいな。好きにしろみたいな。ああ、そういうことなんですね、うん、解消するんですよそれってね。犬とはやっぱり全然違うかもしれないですね。そう、犬は構わなきゃいけないからね。そうですね。本当に世間にハマっちゃってる人って多分いるんでしょうけど、僕は少なくともそういうふうに思ったことないもん。生まれてきたのは間違いじゃないけど、なんでこんなところにいなきゃいけねえんだろうっていうのは普通にあることでしょ。それを普通にないことだと思うから悩むわけで、むしろそっちの方が普通なんじゃないかな。そのこの世間にいて当然っていう人は政治家になってます大抵。こっちは遠慮して混ぜてもらってますって感じだからね。そっちの方が多いんじゃないですか、言わないだけで。うるせえ、自己主張してる。